いいっすか。ああ、じゃあ。モスラが来ます。モスラが来ますか。モスラが来ます。モスラが来ますか。モスラが来ます。どこに来ますか。日本に来ます。何しに来ますか。はて、何しに来ますか。何しに来るやら。何しに来ますか。はて、モスラが来ますか。モスラが来ます。モスラが来ますか。モスラが来ます。どこに来ますか。日本に来ます。何しに来ますか。はて、何しに来ますか。何しに来るやら。何しに来ますか。はて、日本には主に何が来ますか。ディアーナが来ます。お忍びで来ます。日本には主に何が来ますか。カニエが来ます。お忍びで来ます。日本には主に何が来ますか。ソランジが来ます。お忍びで来ます。何しに来ますか。町が騒ぎにならずに買い物ができる喜びを求めに来ます。日本には主に何が来ますか。欧米から全く新しい概念が来ます。お忍びで来ます。例えばそれは何ですか。憧れです。憧れが来ます。日本には主に何が来ますか。サブウーハーの効いたポップス、または大規模フランチャイズの大作映画がたくさん来ます。何しに来ますか。没入と陶酔と、それがなしにはいられない無数の体たちのために来ます。他に来るものはありますか。五輪が来ます。どうして来ますか。ワイドで来ます。ワイド以外で来るもので他に何かありますか。台風が来ます。どこから来ますか。南の海からやってきます。南の海。それは南の海からやってきます。南の海ですから、それは南の海からやってきます。南の海ですから、それは南の海からやってきます。第一部、南海の孤島の奇跡、読み野沢葵と本人マン。台風といえば今年の秋のことを
今年の秋のことを思い出しました。私はアフリカに農場を持っていません。私もアフリカに農場を持っていません。アフリカに農場なんて人はそうそう持ってはいません。そんな我々でした。愛と悲しみの果てにとんでもない台風が東京にやってくるということで、それはそれはみんなひとしきりしっかりと怯えています。ほんとそうで、それは本当にそう。荒川がもし氾濫しちゃったら、東京はきっとひたひたに水浸しになるってんで、てんでわからぬ陰謀論に首ったけだってんで、てんでしか物を見ないことの弊害だってんで、こりゃ相当もういよいよおしまいだからと養生テープを買いに走り、ビデオドロームのあいつみたいに粘膜だってむき出しのままぐいっとこうインターネットに吸い付いた我々は繁殖しているならしているし、していないならしていない。はい。第二元陽丸はとてつもない台風に見舞われ、ここはカロリン群島の洋上。これはダメかもわからんね。ダメかもわからん。最大瞬間風速80メートル、レーバーが暴走するトロイの木馬のプログラムは風速40メートル ×2 だからよっぽどだって思って。でもトルネード竜巻ってバンドがいたけど、それはさすがに言い過ぎかもわからんね。言い過ぎかもわからんね。大事なことだから2回で思い出したけど、押しボタン式っておかしくて、大抵のボタンは押して作動するものだから、まあこれもまた言い過ぎかもわからんね。わからんね。でも草薙素子が引き抜いて初めて作動するボタンを頑張って引き抜いた結果体を壊しているのを見たことがあり、操って演じると書き操演、人形使い、ピアノ線と滑車、着ぐるみね、え特撮ってバンド聞いたことある。こんなことになるなんてね。この人の事例はそりゃ特殊ではあるわけだけど、そういう事例に限り引きボタンもあるわけだから、そこまで言い過ぎって言い過ぎるのもすでにして言い過ぎなのかもしれないね。知れないね。でもしかしそれを引き受けて言うならば、段差って言葉も段にはすべからく差があるわけだから、少し言い過ぎがやはり過ぎるのかもしれないね。知れないね。気が知れないね。知れないね。第二元陽丸はとてつもない台風に見舞われ、ここはカロリン群島の洋上。これはダメかもわからんね。ダメかもわからん。ダメだろうことはわからんでもなく、挑戦としてそこにある。あのね、台風には名前をつけるしきたりがあってね。え？まあ西暦の2000年からこっち、それはしきたりになっていてね。カンボジアのその時発生した台風1号ダムレイは、まあ象っていう意味らしいんだわさ。そこを起点にあらかじめ、これびっくりしたんだけど、140個の台風の名前が最初から用意されていることの驚きたるや。いかばかりか、いかばかりであったか、などと盛んに申しており、だが待ちたまえ、名前をつけるって、いや、しかしね、何なんだろうね。カオス is my name。名前をつけるって何なんだろうね。台風って、あらかじめ用意された140個の名前から、順繰りにそれを命名していくんだけど、だいたい5年くらいで140個の、あらかじめ用意された台風の名前を使い切るから。じゃあ今までにダムレイは何体出現したの？何体のダムレイと人類は遭遇したの？クロースエンカウンターズオブザいくつのダムレイだなんて聞かれたって困るんだよね。すべての台風をしっかりと数え込んできてはいないわけじゃん。でもそれはそれに私たちが慣れてるからだろ。慣れてるからだろ。慣れっこになってる。鳴らされてる。災害にずっとひたすら鳴らされてる。が、それでもしっかり数え込んでる災害もある。空で言える災害というものがやはりある。ある。私たちは名前をつけるということに興味を持った私たちは、私たちとして
日本が命名した台風の名前を私たちを使って紹介します。まずは子犬、ヤギ、ウサギ、カジキ、カンムリ、クジラ。ゴジラはクジラとゴリラの合成語らしいね。コグマ。ゴジラはクジラとゴリラの合成語らしいで。コンパス。ゴジラはクジラとゴリラの合成語てかコンパスって山猫。いや、コンパスって。以上、命名規則が結構謎な10個の単語が並んだ模様。ちょっともうどういうつもりよ。あ、でも名付けるって行為、これは何なんだろうね。あまりにも大きな被害をもたらした台風の名前は欠番になるんだってさ。忘れるため？近畿に触れないため。なかったことにはならないなら、せめて忘れるため。忘れるため。二度とやってきては欲しくないって思いやすくするため。さあね。怪獣は南の海からやってくる。台風みたいなこと？そう。へえ。南の海には何がある？パシフィックファントムリムがある。何それ？言うなれば、それは環太平洋的現実。何それ？なんとならば、それはそれこそは環太平洋的現実。ああ、なくなったはずの腕が痛いってやつかね。え？ああ、なくなったはずの腕が痛いってやつかね。え？パシフィックファントムリム。南の海で死んでいったたくさんの日本兵。あ、ないのに痛い、むずがゆいってそういうこと？あ、そういうこと？なんだろう、領土の話かなとか思った。おお。うん。へえ。いや。怪獣は南の海からやってくる。ゴジラは日本兵の怨念の集積？と見ようと思えばそう見える。そうとも見える。見て取れる。でさ、怪獣って何なんだろうね。何なんだろうね。怪獣は海から現れ、南方の記憶を引っ提げ、パシフィックファントムリム、原始される失った同胞たちの痛みは凝集されて、すべてをなぎ倒し、超然としてただただ巨大にある。怪獣は海から現れ、南方の記憶を引っ提げ、パシフィックファントムリム、原始される失った同胞たちの痛みは凝集されて、すべてをなぎ倒し、超然としてただただ巨大にある。怪獣は空から現れ、太古の記憶を強引に今に接続し、特別なことは何もせず、しかしあまりに巨大である。それがひとたび羽ばたけば、私たちは相当な打撃を被るが、それはなぜそれが打撃なのかを考える頃にはすべてが終わっていて、あっさりしているようにも見える。怪獣は空から現れ、太古の記憶を強引に今に接続し、特別なことは何もせず、しかしあまりに巨大である。それがひとたび羽ばたけば、私たちは相当な打撃を被るが、
それはなぜ打撃なのかを考える頃には全てが終わっていて、あっさりしているようにも見える。あっさり、こってり、あっさり、こってり、まったり。革命、ブルセラ評論家、ブルセラ、え、怪獣、怪しい獣、国際共通語、災害のようなもの、禁忌に触れた罰則のようなもの、審判されざる領域への通行料のようなもの、神の怒りのようなもの、ただの生物のようなもの、制限を超えゆく何かの技術のようなもの、太陽を生み出した自分たちのようなもの、力について考える気持ちのようなもの、大きな海を見るようなもの、山に登ってみるようなもの、林立する高層ビルのようなもの、都市のようなもの、細分化されたジャンルの枝葉を想像するようなもの、軍事力のようなもの、大国のようなもの、戦火の記憶をなかったことにはしないためのようなもの、力を持ってしまうことについてのもの、力なんてないってことを思い出すようなもの、人は簡単に死ぬということについてのもの、人は簡単には死なないということについてのもの、他者について知るようなもの、他者について知ることは叶わないということについてのもの、ただの生物のようなものと思いたいという心の状態についてのもの、何かの理由を考える時のようなもの、何かの理由のわからなさを受け入れる時のようなもの、巨大なもの、巨大すぎるもの、通行差って何なのか考えたいって時に考えると具合がいいもの、物って言葉の意味がわからなくなるまで物って言葉を言い続けるようなもの、物って言葉の意味がわからなくなるまで物って言葉を言い続けてもなお物があるってことに向き合う時のようなもの、肥大化した自意識のようなもの、肥大化した自意識を虚勢すると方もない予説のようなもの、ただの着ぐるみのようなもの、投影されたもの、コンピュータグラフィックスの目覚ましい発展を感じさせるもの、言葉が通じないもの、名付けるってどういうことなのかを考えるようなもの、自分たちが築き上げたものを簡単に壊してしまう力についてのもの、自分たちが築き上げたものが簡単に壊されてしまう様子を見てみたいと思う気持ちのようなもの、あまりにもでかいもの、でかすぎるもの、パワーズオブテンのようなもの、初期化したいという欲望に随分深く関係したもの、おしまいについて考えるようなもの、世界が終わる日が見たいのはどうしてなのかということについてのもの、世界を終わらすもの、なぜ誰かに世界を終わらせてほしいと考えるのかについてのもの、ものについてのもの、怪しい獣、第二元陽丸はとてつもない台風に見舞われ、ここはカロリン群島の洋上、これはダメかもわからんね、ダメかもわからん、第二元陽丸はインファント島の東方で座礁して、船体は真っ二つ、インファント島はロリシカ国の領土であって、核実験でとても大変、インファント島は無人島って言われていて、核実験でとても大変、時代は東西冷戦真っ只中で、核実験でとても大変、ねえ、ロリシカ国ってね、そもそもはロシリカって名前だったんだってさ、ね。ロシリカ？ロシアとアメリカ？おー、今だったら何かね。おー、チャイメリカ？チャイメリカ？チャイメリカナイズド？チャイメリカナイズドされる社会、ダサい新書のタイトルみたい、平積みだね、あの駅中の本やビジネスマンの教養コンプレックスに訴えかけること、効率よく彼らの欲しいものが手に入ると見せかけるよう努めること、それこそが人類の使命なんだ、本当かよ、
第二元陽丸はとてつもない台風に見舞われ、ここはカロリン群島の洋上、これはダメかもわからんね、ダメかもわからんね。第二元陽丸はインファント島の東方で座礁して、船体は真っ二つ、インファント島はロリシカ国の領土であって、核実験でとても大変、海域は放射能で汚染され、どっこ一人住めやしない、かろうじて生き延びた船員たち、やっとのことで島に漂着、インファント島、インファント島981915 is the gun. え？放射能に汚染された島。そして救助された船員たちは妙なことを口走りました。気づかわれる原爆症の脅威、アナ恐ろしかんと、驚くべきことでした。下に全き不可解なる事象、ここに権限せり、ペインリコンストラクションチルアンガー、えペインリコンストラクションチルアンガー、これが俺たちの PDCA サイクルさ。フィッター葉っぱ欲しいや、フィッター葉っぱ欲しいや、素敵、あんたって仕事ができるのね。よせや、放射能汚染海域であるインファント島に漂着したにもかかわらず、船員たちには放射能の汚染症状は全く見られませんでした。ガイガーをカウント、アナ恐ろしカウントできませぬなり、いわく彼らは島の先住民に赤い実から取れた液体を飲まされたという、いわく彼らは島の先住民に赤い実から取れた液体を飲まされたという、おやインファント島は無人島のはず、おやこの海域は放射能で満ち満ちているはず、おやここは人間の住めるような場所じゃないはず、南洋の奇跡、私たちのルーツについて僕らと一緒に考えませんか。こうしてインファント島への大規模調査団が派遣されたのであった。1961年の夏の出来事です。インサート総話、インファント島の創造神話、アジマとアジゴ、読み野津葵と本人間。遠い昔、遥か彼方の銀河で、この世はまだふつふつと混沌としていて、およそ何にも定まらなくて、そこに最初に現れたのは永遠の夜を治める、断神アジマであった。霧のように雲のように霧のように雲のように濁って流れてゆくあらゆるもののうち、彼は重たい水気のあるものを沈め、軽やかなものを押し上げた。これによって生まれたのが海であり空だった。断神アジマはそうして島を作り天気を作った。やがてそれに飽きたアジマは己の体を半分に引き裂き、女神アジゴを作った。アジゴは昼の世界を司り、この世に命を生み出した。この世に命を生み出した。アジマとアジゴが交わると卵が生まれ、それはモスラの卵であった。しかし卵は帰らない。この他に男女が生まれ、さらにたくさんの卵から無数の蛾が生まれた。しかしモスラの卵は帰らなかった。モスラの卵は帰らなかった。断神アジマはそのことに怒り、己の体をさらに4つに引き裂いた。そしてアジマは死んでしまった。引き裂かれた4つの体は暁の星などに飛び散り、そのことを嘆いた女神アジゴはやはり己の体を4つに引き裂いて死んだ。
やがて引き裂かれたアジゴの四つの体から四人の発光妖精が生まれた。第2部、小美人の興行とモスラの上陸。読み、野津葵と本人も。私の名前は中条博士。専門はポリネシアの言語体系の研究だ。俺は人呼んですっぽんのゼンちゃん、日東新聞の B1 記者だ。そのすっぽんってのは何だい？一度吸い付いたら離さない。まさに記者根性の大規模フランチャイズさ。ああ、そうかい。ところで、インファント島に調査隊として乗り込んだ私たちを待ち受けていたのは、この世の常識をはるかに超える全く神奇の神秘の世界。目の前に現れたのは身長30センチの小さな妖精。こりゃあまさしく小美人ってとこだな。小美人？なんだいそりゃ。分野的表現、若い女はみんな美人って書くんだ。それが小さいから小美人。ああそうかい。ところで、あのネルソンって男は何者かね。俺の睨んだところだと、あいつはどうも古美術ブローカーかなんかだね。ああそうかい。しかしあの神秘に包まれた島だけは、そっとしておきたかったな。そっとしておくべき触れてはならない領域だった。だったな。強引に小美人持ち帰ったのがネルソン。興行というのがね。そう、うん。興行というのがね、いいんだよ。もう結果、身長30センチの小美人はそのまあ金になるってことで、ネルソンはね、それをねこうこっそり日本に持ち帰ってきて、見せ物というか。うん、興行を打つ、うん、それね、うん、で、そう、だからこいつにはイデオロギーがない。思想じゃない。思想がない、うん、純粋なね、利益のために。そう、興行を打つ、うん、そしたらその小美人を島に連れ戻すためにモスラが目覚める。そう、うん、モスラって何なんだろうね。え？ゴジラ、ラドンと作ってきてガの怪獣ってさ、いろんな想像力で正気じゃないよ。この国が持たん時が来ているのだ。でかすぎるガが日本にやってきて、しかも幼虫100メートル級の。いや正気じゃないよ。何なんだろうね。さっき何のモノマネ？早起きしてセミの羽化を観察したことある？答えたくない。てかさっきの何のマネ？早起きしてセミの羽化を観察したことがあるって状態、何なんだろうね。人間昆虫期。この変態よせよ。ガって何なんだろう？モスマン。え？モスマン帝国。この変態よせよ。朝起きると自分がバカでかい毒虫に。変態。映像って何なんだろうね。俺たちは肉の塊でできたリアルミッキーマウジングマニピュレーターなんだ。そうかも限らんさ。子供ってアニメ好きじゃん。大人だって好きだろ。不思議だよね、自分を投影するとかでもなくね。何の話？怪獣映画の話。ああ、もしかして、え、戦後からやり直したいの？俺たちが？うん、そうね、戦中の記憶の再演というか。ハリウッド映画が定期的にニューヨークぶっ壊し祭りを観光することとはわけが違うってわけ。戦中の記憶の再演というか、建国神話を何度も再内面化する試みとはきっとやっぱりわけが違うってわけ。戦中の記憶の再演というか、欧米のモンスターと怪獣はやっぱり全然違うってわけ。それさみんな言うけどさ、え、それさみんなやっぱり言うけどさ、え、エメリヒの気持ち考えたことある？ごめんね、自己イブの話にしないでほしいな。ああ。
公式に謝罪します。私たちもうダメなのかな。ってなりかけたのが前年の60年安保だったね。いい質問ですね。現代は原子力の時代です。でも皆さん、奇跡は昔のことでしょうか？そして神秘は言葉だけのものでしょうか？奇跡は今でもあります。神秘も夢ではありません。現代の奇跡、現代の神秘、私が南海のことで派遣しましたかわいい妖精をご紹介します。日本にモスラがやってきて、東京タワーに眉を作り、うかをして、ネルソンが小美人をロイヒカに連れ帰るも、成虫となったモスラは小美人を追いかけ、ロリシカを攻撃、そう、攻撃をする。どう見てもニューヨーク初の本土決戦なのかな。ニューヨークが侵攻される夢を何度彼らは見なきゃいけないのか。まあ見せたわけだけど、うちらがそれは何なんだろう。正直驚きました。ああ、東京タワーってさ、何？上の方、戦車溶かして作ったんだって。朝鮮戦争の。上って何？折れたあたりから上。ギャオスの話。あ、いや。プラズマ火球？何？案内してくれるの？怪獣のいない東京？ごめん。東京タワーってさ、何？テレビの放送塔としてね。知ってる。何？いや、その明確にさ、この映画業界の対抗意識、対抗意識むき出しのそれしまってくれる？ごめんね。東京タワーってさ、何？いや、長寿と繁栄、短命と衰退、天をつくバビロン、思い上がりとフォーマット。試供した PC は全てのデータをフォーマットした上でご返却ください。フォーマット？巨大なが、巨が
ビッグマス。モスラには本能しかない。静まりたまえ。静まりたまえ。モスバーガー。ミミズバーガー。スパイシーモス。フランキー酒井。あのドロドロに触ると死ぬぞ。あ、いや。あのドロドロに触ると死ぬぞ。ごめん。長寿と繁栄。短命と衰退。天をつくバビロン。思い上がりとフォーマット。フォーマット？試供した PC は全てのデータをフォーマットした上でご返却ください。フォーマット？戦後からやり直す夢とか言ってるうちに、なんか割ともう戦前になっちゃったね。ああ。戦後からやり直す夢とか言ってるうちに、なんか割ともう戦前になっちゃったね。うん。気分はもう戦前。え？なんか。なんか？ゼンちゃんのあのキャラ良かったよね。おー。カメラマンの女の子も良かったし、博士の弟も良かった。あ、ネズミ飼ってたね。来年の干支。来年はしんどいね。オリンピック？やってくるね。やってくるよ、働きかけたらやってきた。ローマ法王。やってくるね、やってくるよ、働きかけたらやってきた。ドナルド・トランプ。やってくるね、やってくるよ、働きかけたらやってきた。新型インフルエンザ。やってくるね、やってくるよ、働きかけたらやってきた。ペーパーウェーブ。やってくるね、やってくるよ、働きかけたらやってきた。年次改革要望書。やってくるね、やってくるよ、働きかけたらやってきた。ブロックチェーンによる全く新しい経済システム。やってくるね、やってくるよ、働きかけたらやってきた。どうしたいのかな。グレートウォールしたいんじゃん。グレートウォールしたいんじゃん。自分じゃないものは怖いから。自分じゃないものは怖い。怪獣って中に自分と同じ人間が入ってることを了解してみるけど、私も若い頃はスーツアクターに憧れたもんでね。怪獣ってとてつもなく巨大だけど、虚構だって了解した上で見るわけだけど、私も小学校の頃の得意の一発芸はゴジラの鳴き真似でね。怪獣ってなんだかわからないけど受け入れなきゃいけなくて、物としてね、なんていうの、マテリアル感マジでやばいもんね。それってわからないものをわからないものとしてそのまま受け止める感じ。いつか本当にそういう巨大なものになすすべもなく打ち負かされる日が来るのかな。は？え？わからないものをわからないものとしてそのまま受け止める感じ。人工知能とかほらみんな今好きじゃん。今わからないものをわからないものとしてそのまま受け止める感じ。結局さ、本当のとこではグレートウォールしたいんじゃん。わからないものをわからないまま、それでもそれはただただそこに厳然としてあると認めた上で、でも理解とは別な方法でそれをそうしてそのように捉えてもいいんだよって思うようにすること。グレートウォールしたいんじゃん。怖いもん。Do the Great Wall したいんじゃん。なんで？怖いもん。なんで？自分じゃないものは怖いもん。え、じゃあ自分は怖くないの？え？え、自分は怖くないの？でも名付けるって行為、これ何なんだろうね。あまりにも大きな被害をもたらした台風の名前は結番になるんだってさ。忘れるため？禁忌に触れないため？なかったことにはならないならせめて忘れるため。忘れるため？
二度とやってきてほしくないって思いやすくするため。さあね、怖いんじゃない？せめて名前くらいないとさ。第三部、モスラの帰還。読み、野沢葵と本人マン。どう見たってこりゃニューヨークだ。どう見てもそう。まさかと思ったよ。日本を飛び立った巨大なガがどう見たってニューヨークの街を吹き飛ばす。コングでさえ成し得なかったこと全部やっちゃう。ただのガがね。こりゃいいや。いいのかな。いいんじゃないの。それでどんな気持ち。難しいかな。どんな気持ち。何回も見てきた自分たちによる自分たちの都市の破壊、それがさ、こうやってガーでしょで、ニューヨーク。そう、いや、キングコング2って映画見たことある？え？キングコング2。わかんない。いや、答え方おかしくない？ごめん。え、キングコング1で最後ね、ワールドトレードセンターからコング落ちるわけで、死んだと思ったよね。あ、いや、え、でもワールドトレードセンターじゃなくね。そうで、死んだと思ったよね。総天然色ワイドスクリーンだからね。いや、え、コングって白黒じゃね。ははでもね、コングさん心臓の移植かなんかで実は一命を取り留めていてね。で、同国スカルアイランドで発見されたメスのコングがいて。あ、ごめん、え、どのコング。え、そうやって ピジャクつがいでの逃避行を続けた後、うん、まあ米軍の攻撃かなんかで、うん、まあ、コング君死んじゃうのかな、忘れたけどで、逃げおおせたメスのコングがラストシーンで馬小屋っぽいところでコングの子供を産むっていう、まあ、簡単に言うととんでも映画なのだけど。え、いや、え、ごめん、エンパイアステートビルじゃないの。え、うんとね、うん、後のターミネーター女優がね、コング同士の交尾を見てたらこう、うん、急速に興奮して、で、同行してた男性とね。いやいや、ちょ、ほんとそれ、え、いつのキングコング？ピジャク？っていうことでね、ま、描き方としてはとっても生物なわけ。ほう。もう、サラコナーのセリフがね、すごくいいんだわ。私たちも動物よって言いながらジョージが始まるのね。動物？いや違う、私たちも霊長類よ、だったかな。何の話？だからさ、日本の怪獣映画を見てさ、私たちも動物よってならないじゃん。はあ、動物って何なんだろうね。分かんない。分からないって何なんだろうね。分かると分かった気がするの。さって分かる？分からない。どう見たってこれはニューヨークだ。どう見てもそう。まさかと思ったよ。日本を飛び立った巨大なガがどう見たってニューヨークの街を吹き飛ばす。コングでさえ成し得なかったこと全部やっちゃう。ただのガがね。こりゃいいや。いいのかな。いいんじゃないの。それってどんな気持ち。難しいかな。どんな気持ち。何回も見てきた自分たちによる自分たちの都市の破壊、それがさ、こうやってガでしょ、うん、で、ニューヨーク。そうそう、エメリヒ版のゴジラって見たことある？え、98年かな。わかんない。いや、わかんない。答え方がおかしくない？ごめんごめんごめん。核実験で巨大化したイグアナがニューヨークの摩天楼で大暴れをするって映画なのだけど、イグアナものすごい高速で俊敏に動き回るし、イグアナどっかのスタジアムに卵を大量に産みつけたりもするし、あとあれ、ジャンレノのタクシーの運転手、これ異様に高くてね。で、
ルに魚をたくさん置いておきさえすればおびき出すことが可能。あ、罠ってこと？今ショービジンが来日したらやっぱトラップスタイルなのかな。あ、音源まんま流して合いの手入れるってこと？音源まんま流して合いの手入れるってこと？ライフって何なんだろうね。だからさ、日本の怪獣映画じゃこうはならなくない？でもそれ、自己イブの件で脆弱な事故をできるだけ大きな主語に接続してうっかりうっとりしてましたーの件で、かつて私が公式謝罪に追い込まれた件だよ。そうなのかな。そうだよ。もう何もなくなっちゃったからな。これだけ物があるのにね。何もなくなっちゃったからな。世界の底が抜けた速報。速報の反対って何だと思う？地方？もう何にもなくなっちゃった。いや、でもあるじゃん。物はあるじゃん。物はあるよ。は？世界の底が抜けた速報。言いたいだけでしょ。何にもなくなっちゃったからな。虚無速報。ボイド通信。ないけど、めっちゃあるじゃん。ああ、何にもない。ずるくない？それ。ないけどある速報。速報だらけでもうね、時間の流れとか、もう、ないから。とっくにねえよ。そもそも時間は流れていないらしい。我々は一人のブロック宇宙ぼっちらしい。ブロック宇宙ぼっち。そもそも人ではないもの。そもそもここではない。どこかグレイ。レイジだよ。そもそも世界地図。そもそも白地図ワーク。マインドマップ界のただたか祈う。踏破と思うならあらかた見とう。え？うん。ほんのちょっと前まで地図に正確な尺度なんてまあなくてさ、地図が統一の物差しで測ったまんまを記すものってことになったのなんてほんの最近のことで、先ほどというくらいなんね。ほんととっても週末だけいい。南の海でなんだかわからないけど、とにかく大きい蛾が生まれ、こうした街を壊して、この変態を成し遂げて、パシフィックリム、太平洋を飛び越えて、風船爆弾、どうしよう。どういう種類の欲望なのか、どういう種類の憧れなのか、壊したい何人もかんもって歌ってたね。誰が？ゆるふわの人。ああ、そう。え？ケミブラ聞いてない？うん。え？本当に聞いてない？え？カリプソ聞いてない？え？ん？カリプソ興味ない？え、カリプソやりたくないんだ。いもう。え、うん、てかカリプソしたくない？したくない。春海やりたくない？春海やりたくない？え、海を見ながらみんなで春海やっぱりやりたくない？うん。何なんだろうね。何が？怪獣って何なんだろう。わかんない。わかんないのは怖い？怖いんでしょ？そうかな。どうだか。南の海から。飛圧の酒呼び声。なすすべなくとも静まりたまえ。ああこのように、ああこのように、また繰り返すんですかね。静まりたまえ、静まりたまえ。
お集まりの皆さん。二人の初めての今日の作業でございます。さあ、今がシャッターチャンスでございます。どうかな、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 どうでしょう。いや、うまいぞ、うまいぞ、うまいぞ、うまい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 、ちょっと、気持ちや、幸せのおすそ分け。あらあらあら、ゴルフ村丸、ハイエナ、ドブネズミ。めまくない、もうちょい、もうちょい、もうちょい、じゃない。こう。もう、ちょい。いやいや、こ、いや、よ、よ。棒にテンションかかりすぎちゃう。今、あ、ご覧ください、モスラが、モスラ、島に帰れます。インファント島に帰ることが叶います。お世話になりました。この国のポップスの傾向もリズムから考えることができました。できました。たくさんの思い出、2020年への不安、亡国まっしぐらのこの国の今をたくさん目撃できました。歌方のようなものです。生きてるなんてたまたまのことなので。手前どもではそのようにお話しさせていただいております。歌方のようなものです。素朴に生きてるだけでも罪は犯すものなので、手前どもではそのようにお話しさせていただいておりまして。歌方のようなものです。嘘みたいなものです。歌方のようなものです。もう9年間が手当たったままのバグったパラレルワールドみたいなものです。ありがとう、本当にありがとう。京都日報の杉浦です。え？京都日報の杉浦です。え？一番印象に残った街はどこですか？